はい、皆さんこんにちは。今日はですね、 BGM を後ろに流しながらやってるんですが、いや、これをずっとやろうというのではありません。自分が今素の AI で作ったその音楽を BGM にして話を仕掛けてみました。こんな風にもう BGM が簡単にできるようになりました。昨日もその AI のアップデートが行われて V3 というアルファバージョンが出た、そんな動画をアップさせていただきましたが、また何か新しい情報があるの？そうではありません。昨日は GPTs というのを皆さんにご紹介しました。はい、今画面にありますようにスノー AI 用のインストゥルメンタルソングのプロンプトメーカーという GPTs ですね。これによって今回スノー AI の目玉機能でもありますインスト曲が簡単にできるという機能を使うための GPTs なんですが、 GPTs というからには皆さんもご存知だと思うんですけれども、これはチャット GPT プラスのユーザーさんでないと使えないというそういうデメリットがあります。でもスノー AI も課金してチャット GPT もやっぱり課金しないといけないのかということでは、なかなか僕のノウハウを皆さん全員に使ってもらうわけにはいかなくなってしまいますので、今日は早速ですね、チャット GPT のフリー版ででも、もしくはコパイロットとか、そしてバードとか、いろいろ今 AI チャットはありますよね。そういう自分が使っているものでどれでもできるようなプロンプトのテンプレートを皆さんにご紹介したいな、そんな風に思いました。それでは早速実践をやっていきます。チャット GPT プラスのユーザーの方は必ずこれを見ていただくことはありませんが、 GPT-4 というのは回数制限というのがありまして、それを超えたら約 2,3 時間休憩タイムが入ってしまったりというデメリットもあります。ですからそんな時にでも他のチャットもしくは GPT3.5 これを使うことができればとっても効率的だということもありますので、テンプレートを皆さんに公開しようということです。では早速やっていきましょう。概要欄の URL、 そこにジャンプしていただきますと、スノー AI 研究所という僕の作ったサイトに飛んでいきます。スノー AI 有料版でインスト曲を作るためのチャット GPT フリーやコパイロットなどのプロンプトというふうになっていますので、これを使っていただきます。ちょっと下がってもらったところにそのプロンプトがありますので、下のところまで全部このように反転してコピーをしてください。そしてこれをですね、メモ帳なんかに貼り付けていただきます。このようにメモ帳に貼り付けていただきまして、この部分ですね、この部分に自分が作りたい音楽、それらを入れていただきます。いわゆるアスタリスクが3つ並んでいるこの部分ですね、これを書き換えていただきます。例えば夏の海ということで、この辺はタイトルだけでもいいし、このように入れていただいてもいいわけです。そして雰囲気、爽やかソングって言ってるんですから、爽やか、このように入れ替えていただきまして、ジャンルですけれども、例えばポップス、このように入れましょう。そしてメインになる楽器とかいうのをここに書いていただいたらいいんですが、今回はバンドスタイルというふうにしましょう。BPM などお任せにする場合はこのままでもいいですし、まあお任せと書いていただいてもいいです。このように要望設定と書かれた部分を編集していただきまして、今度はあとはもう一度全てを選択していただきます。またこの文章はメモ帳として保存しておいてくれたらですね、わざわざ僕のサイトに毎回毎回行く必要がなくなります。
そしてこれを今度は目的のチャットに行っていただくようにします。今画面に出ているのは Google Chrome の画面なんですが、あえて今日はコパイロットでやってみましょう。 Edge ブラウザーを立ち上げます。そうしまして Edge のところに多分このようにコパイロットというのが出てると思いますので、これを押してください。そうするとコパイロットの画面が出てきます。そしてここの何でも聞いてくださいというところに今の文章を貼り付けましょう。そうしましてここで送信をしてください。はい、今回答が行われています。こんな感じで答えを返してくれました。ここでこのディスクリプションというところをですねコピーしていただくといいわけです。この最終のところから A のところまで、これをコピーしていただきます。そして画面はスノー AI の方に来ていただきます。ここでスノー AI の課金をしていない方というのはここから先ができないんです。悲しいけどごめんなさい。無料ユーザーさんの画面を見せます。こんな風な画面になっているはずです。でも有料のユーザーさんはこのように少しこの部分が変わっていますよね。ソングディスクリプションという下にはインストゥルメンタルという風になっています。こうなってるという人が課金ユーザーということになります。ここの部分に今コピーしたものを一旦これを消して貼り付けをします。このように貼っていただきましたら、もう一度再確認としてこのインストゥルメンタルというところをオンにします。そして音質がとっても良くなった V3、 これ V2 と V3 を変更することができるんですが、この V3 のアルファバージョン、これを使っていただくととっても高品質ということと、今まで1分20秒以上の音楽は作れなかったんですが、その範囲を2分というふうに拡張されました。ですから有料ユーザーの皆さんはこの V3 を選んでクリエイトをしてください。クリエイトボタンを押します。はい、この生成時間もものすごく早くなりました。今ノーカットで見ていただいています。はい、もう出来上がりました。とっても生成時間が早いですね。じゃあ聞いてみましょう。はい、このように作っていくんですけれども、今までと違ってこの曲が何分なのか分かりません。これはもう少し時間が経ってこそ確定するようです。ですから今までのように途中で止めたりとかいうこと、そして少し前に戻るとかいうことができないようになっています。これは改善してほしいところですね。このように2分間ずっと鳴り続けます。はい、こんな風に2分間鳴り続けるというような音楽が多いです。そしてこれらはちゃんとうまくつながるのかということですが、ちょっと実験をやってみます。この最後の曲でこのように Continue from this song、 これを選択します。そうしますと
ここに continue from ということで、今の音楽がここにセットされます。そして影のように2分ということがここに出ています。次ですけども、ここに lycos ということで歌詞を書けというふうになっていますが、これをインストゥルメンタルに変えます。すると歌詞の部分はなくなるんですけれども、スタイルオブミュージックというのがこのように出てきます。ここで僕の開発したプロンプトテンプレートは、このようにスタイルオブミュージックというのも必ず出るようになっていまして、ここでこの部分をコピーします。そして今要求されたスタイルオブミュージック、ここに貼り付けてください。このようにできましたね。そしてタイトル、自分の好きなように決めてください。先ほど作るときは夏の海ということにしましたので、同じようにしておきましょう。これでコンティニューというボタンを押していただくと、先ほどの音楽の続きというのができます。ちょっとやってみましょう。はい。このように2つできましたが、どちらがいいかちょっと聞いてみましょう。はい、インストゥルメンタルのモードにしているのにもかかわらず、アルファバージョンということでですね、歌を歌ってしまった、こんな感じです。では下の楽曲も聞いてみましょう。はい、こんな感じになりましたが、一度これで Get Fall Song でつないでみましょう。これをやるとフルソングが出来上がります。はい、出来上がりました。特に真ん中あたりのつなぎの部分ですね、これがどんな風にできているかちょっと確かめてみましょう。はい、2分と1分ですから、このところに3分という風になっています。はい、ちょっと飛ばしてみましょう。はい、今2分を超えました。違和感全くなかったですね。うまくつなぐことはできたようです。エンディングどうなったか見てみましょう。はい、ここは自力でトンボのままのようです。このように今日は単にこんなんできるからいいだろうだけじゃなくって、皆さんとまだうまくできていないところも一緒に共有させていただいてですね、僕の方もスノー AI の方にもこのレポートをしておこうと思います。このアルファバージョンが正式バージョンになる頃にはもう少し改善できるところは多少なりともあるんではないかなと思われます。音質は良くなったことはとってもいいんですけれども、アルファバージョンということで、そういうところも愛嬌かなというふうに思っています。これからもスノー AI を応援していきましょう。そして僕のチャットボット用のプロンプトテンプレートもぜひ無料ですので、コピっていただいて利用してみてください。そちらの方にも何か不具合とかがあったら、YouTube のコメント欄にもいただければ幸いです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またねー。